最初は挨拶と、どうしようか、変更点を先に言ってもらって、言ってもいいか。で、その変更点がどういう影響があるか、どういういい方向に持っていくか、意図をお願いします。はい、あ、下ろしていいよ、カバン下ろして。こんにちは。こんにちは。皆さんお腹が空いた頃だと思いますが、素晴らしい。先生のプレゼンをちょっと変更してみたので、うん、A 班の変更点は船の大きさと費用の比較をもっと分かりやすく伝えようと思いまして、昨日みんなで行った美ら海水族館の写真を利用して皆さんに理解していただこうと思います、さっきの三井さんのやつは、今回の航海の費用このようにシンプルにまとめていただいたので、これを面白く、船の沖縄までの、長崎から沖縄までの距離1210マイルというのは、昨日の港から美ら海水族館までで12回往復してもう1回行けるイゲームぐらいまでいけるかな。で、船の燃費11リットルで60メートル、まあ、これを長崎丸1台分の距離を進めるということでしたが、まあ、この長さっていうのはジンベエザメ 4.7 メートルの距離だと、これ皆さん昨日見たばっかりなので想像しやすいと思います。確かに、まあ、非常に長い。はい、で、沖縄までの費用っていうのは船で250万円かかりましたが、今日当日アナの飛行機を利用して40人で行くと228万円かかると、まああんまり変わらないんですが、まあ、飛行機で行ったら1時間半ですでもそれをあえて3日間かけて船で行く、どちらがいいかは皆さんが選ぶと思うんですが、まあ、僕らは船で一緒に過ごしてこう仲を深めたということで、こっちの方がフライスだということで、はい、いいんじゃないでしょうか。以上です。最高最高